ネルのクワちゃんです。毎日カレー動画を配信しているそんなチャンネルでございます。よですね、梅ヶ丘にありますスパイスジュパディさんに行ってまいりました。こちらのお店はネパール料理のお店でございます。結構ねインドカレーのセットがあったりとかカレーのセットもあって、まあごちゃ混ぜになってる感じがまた、落ち着き放ってるというそういうお店でございます。梅ヶ丘にありますジュパディさん行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレーどん。こちらがジュパディさんのメニュー表。カレーの種類は9種類で様々なセットがあります。本日はカレーが2種類食べたい旨を伝えるとレディースセットにチーズナン変更でおすすめしてくれました。先に出てくるサラダを食べながら待ちます。こちらがジュパディさんのレディースセットチーズナン変更。チーズナンがドカンと乗っかってカレーも2種類ライスもついて、まさかのタンドリーチキンまで。こちらのボリュームでなんとレディースセット。やはり目を見張るのはこちらのチーズナン。こんなボリュームさすがでございます。それでは本日もいただきます。まずはほうれん草チキンカレーの方から。一口食べるとそのコクとまろやかさで本日もうまし。マトンの方はマトンの香りがグッとくるうまみたっぷりのカレー。そしてお待たせいたしましたのチーズナンを割るととろーりたまらずそのままでもバクバクいけちゃう最高のチーズナン。もちろん両者のカレーともライスとの相性も抜群でグッとコクがあるタイプのカレーにしびれまくり。個人的にはチーズナンとほうれん草チキンカレーの相性が抜群で口の中でまろやかになっていく感じが大好き。タンドリーチキンもまさに最高。あんだけバクバクいってもまだこれだけ残っているチーズナン、しかもとろーり止まらずまだまだいける、そんなチーズナン。ほうれん草チキンカレー、マトンカレーの方にはそれぞれごろりと具材も入ってどんどん食べ進める。成人男性が頼んでも納得の満足感を得られるまさかのレディースセット。まさに食べ終わった後の満腹感は最高。食後のデザートラッシュを飲み干して本日も本当に満腹、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しいチーズナンがボリュームがすごい。前調べ情報で美味しいっていうのと、もうボリュームがすごいっていうの、あとチーズナンが美味しいっていう情報は知ってたんですけども、サグチキンカレーチョイスして、それにまろやかなチーズナンがついてめちゃくちゃ美味しいっていうことでそれ食べてきたんですけども、チーズナンの方がもう正直凄まじいボリューム。ちょっとセットの方がわかんないんですけども、2種類カレーを食べれてチーズナンを食べたいんですけどもっていう話した時に、まさかのレディースセットにしてくださいって言われて、あ、頼めるんやと思いながら頼みまして、そちらレディースセットをチーズナン変更でいただいたんですけども、もうそちらのもうチーズナンめちゃくちゃ美味しくて、でやっぱり情報通りね、サグチキンの方もめちゃくちゃまろやかで美味しいですけども、もうボリュームがすごい。もうあれでね、レディース一人でいけ、多分男性の僕でも結構お腹いっぱいになったんで、女性は多分難しいんちゃうかなって思うぐらい、これだから量をちょっとね伝えた方がいいと思います。チーズナンがもうそのままでも全然バクバクいけるような美味しさで、チーズナンの方をね食べてみてください。ダルバートもやっぱりネパール料理のお店なんでね、ありますんで、そちらの方もね気になるなと思いながら、まずはそちらの方を楽しんでみてください。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆さん、また明日、バイバイ。